はい、というところで発見しました。こちらになります。おー、すっげー、なんじゃこりゃ。いただきます。なんとこちらの水温泉です。まさかの。というところでお湯の味を見ていきましょう。うん、美味しい。金属味の金消しでございます。ということで、もちろん浴びていきたいと思います。いってきます。はい、無色透明になります。見えますか。はい、無色透明でございます。それでは、いただきます。うわ、気持ちいい。はい、というところで、こちらの源泉も浴びていきたいと思います。浴びます。いただきます。気持ちいい。はい、せっかくなんで草津温泉に来ました。で、無料の温泉で仕上げ湯として、ブラブラ観光してちょっとつまんで帰ろうと思います。私の一番好きな無料温泉です、千代の湯。はい、というところで一風呂浴びて湯畑来ました。うわー、何回見てもすごいね。すごい湯量だ。湯畑です。揚げまんじゅう食べます。揚げまんじゅうです。1個200円、安い。湯炊きを見ながら揚げまんじゅういただきます。うん、甘み、硫黄味、硫黄臭、うまい。激熱の共同浴場、仁川の湯入ります。めちゃくちゃ暑いですよ、ここ。相変わらず、あれ熱湯ですよ、熱湯。やめる、1分ぐらいしか使ってないのに、もう体ポッカポカ。ということで、東京に帰ります。楽しい日帰り群馬ツアーでした。こんばんは、蒙古タンメン中本食べます。痛いだろう。惜しかった。ということで、これからですね、問屋さんの方にご挨拶の方に行きます。はい、ということで問屋さんに挨拶と仕入れ終わりまして、これからアリオで映画見ようと思います。いや、でも本当にさ、大変勉強になりました。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。映画の前にサイズで飯にします。ワンピース見てきます。ワンピースめっちゃ感動した。うたちゃんやべえ、もう超感動した。うわー、めちゃくちゃ理想の水槽になってきましたね。超かっこいい。はい、今日はいっぱい働いたんで、乙女温泉で毛利線で疲れております。おはようございます。はい、そうですね。やばくない、この日焼け具合。オセロじゃん、これ。そうなんです、先日まあ草津行って、もう往復300キロですね。それは日に焼けますわね。はい、ということでですね、本日は、動物愛護センターの、職員の方がですね、お店の方に来て、チェックですね、これからちょっと亀も取り扱う関係で、ちょっとその、立ち入り検査みたいなのをね、一度やらなければならずそうで、はい、10時に、来るので、ちょっと気を引き締めて頑張っていこうと思います。頑張る、もう準備はしてたから、ね、いやー、今日はすごかった。もう嬉しいぐらい、皆さん来ていただいて、いや、本当ありがとうございます。ちょっと今日は贅沢で焼肉行きます。疲れた。焼肉入ります。鶏ネクタイです。
はい、MacBook の他にですね、デルのノートパソコン買いました。そうですね、ちょっとお取引先さんとですね、ちょっとやり取りする関係で、ちょっとデルの方がですね、ちょっといろいろと用途が使えるので、こっちも併用して使ってます。はい、皆さん、本日もご来店ありがとうございました。いやー、とってもね、楽しかった今日も。はい、ということですね、今日はどこにしよう、ご飯勝屋行きましょうか。勝屋にしましょう。やっぱ日高屋にします。失礼します。こんばんも、乙女温泉常連です。はい、おはようございます。本日はですね、リベダイのメダカチャットでいつもお世話になってる方にですね、ちょっとお会いしに行きます。はい、ということで西東京の福生市の方に、到着しました。ごめんなさい、ローソンでちょっと朝ごはんを食べます。いやー、東京横長。ご飯食べます。自分の中ではラーメンです。はい、ということで皆さん、1週間お疲れ様でした。イエーイ。今週1週間最高の1週間でした。もう幸せ者です。私はもう幸せすぎて、もう今胸がドキドキしちゃってます。そんぐらい幸せでした。もう何が幸せなのかというと、今週1週間で、ね、たくさんの一期一会の出会いがありました。そう、本当にたくさんの人に出会いました。そして人生がまた大きく変わりました。で、その何でしょう、まあ、アロワナの関係に一つ、一期一会の出会いがありまして、本当に、ね、大変よくしていただいて、本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。幸せですもん。もうこの動画見てくださって本当にありがとうございます。はい、それとですね、本日メダカの師匠、リベラルアーツ大学でいつもお世話になっているメダカの師匠がいるんですけど、お会いすることができました。もうすごかったですよ。メダカの師匠がメダカに対するその熱意とか姿勢とか、もう私のね、もう心にズバズバといい刺激となりてね、私もね、メダカの熱が再加熱しました。もうさらにこう熱くなってね、私もメダカの師匠もこれから、メダカの事業を、起こしていくんですけども、やっぱ同じ業種で同じ志、夢を持った、方がいるとですね、本当に心強いんですよ。本当心強い。メダカの師匠がですね、私、今日ね、たくさんのそのメダカ専門店さん、そしてマニアの皆さん、メダカマニアの皆さん紹介してくださってね、人生が本当大きく変わりました。人に会うってとっても大事だなと思いました。両学長もやっぱ普段から言ってると思うんですけど、とにかく行動しましょうと。自分のやりたいことは今やりたいこと、もう未来やってみたいなと思うことをすぐ今すぐやろうと。でまた、人に会いましょうと。もうとにかくオフ会参加しましょう、成功してる人に会いましょうって、そう言ってる意味がね、とってもね、分かるんですよ。もう今日、特に今日改めて実感しました。はい、やっぱね、人生を良くするには、もう個人的になんかちょっとたどり着いた答えがあって、とにかく行動しましょうと。自分のやりたいこと、得意なことをどんどんやっていきましょう。そして人に会うって言ってます。人に会うと人生は大きく変わります。それはすごい実感します。温泉でもやっぱそう思うんですよ。はい、ということですね、もう本当に幸せで、ね、もう言葉にできないです。最高の1週間でした。また来週もですね、いい1週間にしていこうと思います。はい、今日が人生で一番若い日です。どんどんやりたいことやっていきましょう。ということで、1週間お疲れ様でした。